では座の部分の方から置いていきます。頭と座と言います。座の方から歯を入れて手前に引っ張る形です。歯を入れて手前に引っ張ります。歯を入れて引っ張ります。こんな形でぐるっと一周していきます。大丈夫ですか、ね、はい、こう向けました。はい、じゃあ耳皮が向けました。はい、じゃあ次に支部を向いていきます。支部は今度は頭から向いていきます。頭から顔を入れてぐるーっと首を一周させます。そしたらば平たい方と凹凸があります。凹凸の方からこれは端っこから顔を入れ、頭から顔を入れてぐるっと端から向いてください。残った場合はもう一度いきます。で、一度端から向いていきます。頭から向いていきます。で、残ります。またこれも端から向いていきます。で、残った部分を見ていきます。で、またこんな風に残った場合はもう一度上から撫でるような形で見ていきます。残った場合には振りが大きいからこういう風な形になってしまいます。こんな感じですね。はい、そしたら今度反対側を平たい方をまた頭から向いていきます。これも周りからぐるーっと向いていきます。で、残ります。残ったらば真ん中からぐーっと入れてスッと、こんな形で残った場合は先ほどと同じようにもう一度上の上からで、綺麗になります。また残った場合はこんな形でやります。で、出来上がり、出来上がったら水につけます。で、出来上がりです。